とうとう値までっていうね。私はおそらく日向坂の中でも群を抜いて休日にメンバーと会わない人。続きを見たいアニメがありまして、はいはい、でも一人じゃ見れないなと思って、はい、山口に相談したところ、うん、私の家で見ますっていう話からとうとう私まで連れ込まれてしまいました。アニメは一緒に見たんですけど、はい、山口は半分以上隣でずっと寝てて、はい、3,4 人ぐらいとこのアニメを一緒に見てるんですね、はい、同じ手口で、はい、同じ手口じゃないんですけど、あ、同じの見たことあるなっていうので、うん、急に落ちちゃいました。なんか一人で見ちゃいました。他はどうですか最近。